チャオ、あっちゃんです。第1回、ARS あっちゃんに聞く、マニアックな自動車バイクの質問コーナー、名前なんか分かるんだけど、第4弾目になるのかなのお答え、ユキーさんのところからです。はい、では、始めたいと思います。タイマー30分、あれ、タイマー30分はい、では始めたいと思います。ユキさんの質問で、あっちゃんちゃおです。ちゃおです。はい、質問です。俺は車を買ったら必ずカーショップに行ってパーツを買ってカスタム、オーディオ、ホーン、車高調、エンジン系、マフラーをする派なんですが、あっちゃんはノーマルで乗る派ですか？カスタムする派ですか？いい歳なのにカスタムはやめられません。はい、あっちゃんも、車はまず基本カスタムする派です。はい。カスタムしてた派です。はい。今はね、もうノーマルでもいいやって、乗れたらいいやって、って感じになってきてるけども、基本ね、本当はカスタムしたい派です。まず車を買うと、ホイール、アルミホイールを入れたい。で、アルミホイールが決まると、フェンダーとタイヤの間が、ニャキーンって開くから、インチアップすると、だったらここ隙間出るからね。歯ぐき出たみたいになるから、グッキー直すのに、車高調とかで下げる。で、ダウンサスで下げちゃうと、どうしても乗り心地落ちるから、ショックアブソーバーとバネ一緒にね、車高調入れて下げる。で、車高調で下げることで、コーナーウェイトって言って、車のね、四輪の体重を測って、そのバランス取りながら、車の、ちょうどいい状態に合わせられるっていうのが車高調のメリットやから、車高調で下げます。で、車高調で下げたら、このアームが万歳するから、アームのタイロットエンドを改造して、タイロットエンドをまっすぐにする。なんでタイロットエンドをまっすぐにするかっていうと、タイロットエンドってこういう状態になってんねんね、普通車高、ノーマルは。で、タイヤ、車高調で下げたらこうなる。で、そっから、バンプって言って車が下がると、ね、これがこう短くなるってことは、タイヤが、こう引っ張られんのね。これがこう、ね、まっすぐの状態がこうなってた、まあ、ゼロとしたら、上がったらこう引っ張られるでしょ。で、下がったらまた、こう引っ張られるでしょ。だからタイヤの角度が変わんの。だからそれを変わらないように車高を下げてもこれが下がらないように補正するっていう、ここのね、長さを変える、部品変えたりで足回りを良くするってことする。でタイヤを変えたりして、あとマフラー変えたり、エンジンチューニングするとブレーキがプワになってくるからブレーキ強化入れるとか、で強化のパッドだけだったらキャリパーを大きくするとか、はい、もう基本いじくり倒す派です。で、椅子もね、ここを、ね、がっちり押さえてくれるバケットシートがあるから、こう動かへんけども、ノーマルシートだと体がこう動くでしょ？だから、こう、うにゃーんってなったら乗りにくいからシート変えるとかね。で、サーキット走るときに、やっぱりね、クッてブレーキのときに、3点ベルトでギューンってなるから、抜けたりするから、4点ベルトでバッチリ縛るとかね。で、ノーマルのオーディオはね、ちょっと微妙やから、アンプつけたりとか、スピーカー変えたりとか、やったりとか。まあ今ね、スピーカーも昔みたいに後ろのところにポコンって置いてね、ケンウッドとか、ね、光るやつ。なんていうの、イルミネーション、ヘッドつけたりしたらイルミネーションで光るやつを改造して、ブレーキ踏んだら光るように改造したりとか、ウインカー出した時にこっちだけ光るようにとか、そんなことしたりとか。してたけども、今はもうそういうのがないから、純正のビルドインって言って、純正のスピーカー外して、そこにワット数の高いスピーカー入れたりとか。で、ボディにくっつくもんやから、ビビるから、裏に鉛板貼って、ちょっとオーディオのね、質感を良くしたりとか、やりました。で、ナビなんかでももちろんナビ交換、純正ナビは、ね、じゃなく、あえて外品ナビをつけたりとかね、そういう派です。で、マフラーもね、今は最近はね、なんかパワーが出るけども音が静かな、ちょっと高級感のあるマフラー流行りやけど、あっちゃんの頃は、ね、マフラーは音なってなんぼやから、いい音を求めた。いい音を求めるとね、性能落ちたりするんだけどもね、それでもね、気持ちいいからマフラーの音。だから音系でチューニングしたりね、マフラーをやったりとか。で、ね、エンジンもね、いろいろチューニングしたりとか。ね、ロータリーはポート加工したりとか、レシプロなんかやったらね、圧縮比とか、そんなんやったり。ほんまはね、もうちょっとね、予算があれば、ピストン交換したりね、コンロと交換したりして、いろいろやりたかってんけど、何分エンジン触るとお金がかかるんでね。
あとエアロパーツね、うん、でエアロパーツ結構みんなスルスルスルとか言うけど、あっちゃんエアロパーツっていうのはするもんやと思ってつけてるから結構ガリガリですって。もあっちゃった割んのは嫌よ、ぶつけてバリー割ったら嫌やけど、そこするのは全然平気やから、つけたその日に吸ったりとかそんなタイプでした、うん。今のねプーちゃんね、もう外車乗るとねあんまりエアロもないから選択しないからね、触れになってきたけども、でもプーちゃんはバンパーより下にナンバー出てるから、バンパーする前にナンバーするの、ナンバー3回ぐらい曲げたよもうはい、まあそんな関係ないよね。でいい年なのにカスタムやめられません。いやもうこれね車好きのロマンやね、うん、男のロマンとかじゃなく、もう車好きの人は年齢関係なく、で車の話すると子供ちゃんに戻れるから、やっぱり車ってすごいいいしね。で車の話すると年齢とか性別関係なしにもうみんなこう盛り上がれるっていう最高の、コミュニケーションツールやってあっちゃんは思ってるからね、うん。だからあっちゃん一時期ね RX8 をメインで扱ってた時なんかやったら、免許取り立ての子がね RX8 の中古一生懸命頑張って買ったっていう話をしててんけど、その子がね、あっちゃんのチームが世界で一番最初に、まあサーキットで公式レース出した RX8 を出したうちの会社やねんけども、そのレースを見に来てくれたん、小学校6年の時に。それからそのあっちゃんのこの車を見て憧れて、あの車に乗るぞって、あのパーツをつけるぞと思って、それから一生懸命、ね、お年玉とか貯めて高校になってアルバイトしてずっと貯めてたらしいの。でそのコンビニに偶然鈴鹿から帰りにあっちゃん寄ったんね。ほんならその子がおったらしいの。で、あの憧れの RX8 やって思って見てくれてたらしい。で、その子が頑張って免許取って最初の車に RX8 買って、で、そこからまたね、1年ぐらいお仕事して、うん、たまったって言って、バンパーつけてくれた。もう感動した。うん、だから、ね、小学校6年生の時からの憧れで免許取った時にね、うん、RX8 買ってくれたとか、そういうのもいてて、でそういう、だから18歳ぐらいの子とか、うん、ほんまにね、レース見に来てくれて、レース好きなんですって言ってくれる小学生中学生から、あっちゃんよりも一回りも二回りも上の人で RX8 面白いよねって言って乗ってくれてるご年配の方とかね、もう年齢の垣根なくお話ができるっていうね、まあ車は最高にいいツールで、車関係の SNS とか車関係のオフ会なんかでも最高に楽しいからね。年齢とか関係なしに、年齢職業性別全く関係なしに楽しいから、うん、まあ車っていうのは楽しめるツールやってあっちゃんも思います。もうね、本当ね、カスタムノーマルで乗るのも確かにいいし、でも改造するとね、どうしてもどっかデメリットっていうか、うん、副作用は出るのは出るけども、それはそれでまた楽しいしね。やっぱ改造、あっちゃんもカスタム派です、はいもうね、お話長なっちゃうわ、車好きやから、うん。で、次、げんちゃんの質問、あっちゃん、ちゃおです。質問です。バイクはフォースとツーストどっちが好きですか？あっちゃんフォースト派です、はい。で、俺は断然フォースト、川崎派です。あ、一緒ね、フォースね。あっちゃんもね、今川崎のね、WZR とかいいなぁ思うねんね、忍者ね。かっこいいなぁ思うねんけども、思ってるし、一緒の川崎グリーンがすっごいいいなぁ思うねんけども、あっちゃんは昔はヤマハ派でした。で今、鈴木のね、ハヤブサも欲しいなと思うねんけども、あっちゃんはヤマハ派。なんでヤマハ派って言うと、ヤマハってね、すごい癖強いの。特にあっちゃん乗ってた頃ね、FZ400 乗っててんけど、その前は、トライ、TRY っていうトライっていうヤマハのスクーターとか、YSR の50とか、RZ50 とか、そういうね、ちょっとヤマハ系乗ってたんね。うん、で、ヤマハ系を乗ってたら、エンジンかけるときに、セルモーターね、キュキュキュッ、キュ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 ッって回して、アクセルポンって合うんだけど、その時キュキュキュッ、ボン、バフってなってエンジンかからへんかったら、もうセルずっと回してエンジンかからへんねん。ぐらい癖強いね。ホンダって目つぶってスタートボタンポンって押しても結局ブーンってかかんねんね。それぐらい指導性いいねんけど、でヤマハっていうのはほんまエンジンかける時にも儀式じゃないけど、昔ね儀式って言ってキャブレターのエンジンはチョーク開いて、でアクセルをチュンチュンって2回煽る。バイクによっては2回半煽るとかして、セルモーターキュキュッキュ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 ッ、それもブンって言った瞬間にアクセルをそのタイミングでパンって煽らへんかったらもうかからへんとかね、かぶっちゃったりね、そういう癖が強かったのがヤマハやねんね。で、あっちゃん乗ってたやつってフロント16インチ、リア18インチって言ってタイヤの太さが違った。今みたいにラジアルのぶっといタイヤじゃなく、バイアスの細い 100,
120ぐらいの120の70か80か忘れた、あの細いタイヤのバイクやったから、うん、コーナーリングもね、こうキューって曲げたらハンドルがクンってこう切れ込む、てかクーッと曲がってアクセルじゃない、車速が落ちてきたらイン側に切れ込んでポテンってこけんねん。だからあっちゃんのバイクを誰かに貸してあげて乗っていって U ターンしようもってこかしようねんね、ぐらい癖強いバイクやけども、癖強いバイクをネジ伏せて乗るのがすごい好きやったから、あっちゃんヤマハやったんで、ホンダとかってすごい乗りやすいから、ほんまにね、普通にもベヤーって走って攻めても普通に峠走れんねん。でヤマハは癖が強かった。でコーナー曲がってアクセルパーンって煽ったら車車体がよじれてブル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 ってなってガーッなりながら、それ押さえつけながら曲がるみたいなね、もうあの乗ってるぞって気になってで、それでね、ヤマハ走ってて速いって言われるのがすごく楽しかったから、うん、ヤマハをネジ伏せて乗る派でした。でもう最近ね、さあ今バイク買うか、買っても乗れへんかもわからんけど、さあ何買うかって言ったらね、忍者が欲しいな、いやはやぶさかな、でもな、YZF? もう、ね、いいな、みたいな。で、ホンダは眼中にないのかって言ったら、そうでもなく、ホンダも好きなんで、もともとあっちゃんバイク好きやったのは、CB7 半とか、CB900 とか、あのあたりが欲しかった。本当は CB900 のボルドールが欲しかったんけど、うん。まあね、いろいろあってヤマハ派になりました。はい。で、もうバイクの話したらあかんわ、止まらへんわ。ほんまバイク好きやねん。あとお金に糸目をつけなければ、改造したいエンジンの種類、ロータリーレシプロ、どのように使用にしますか。ロータリーやったらね、まず4ローター、うん、エキセントリックシャフトが、4ローター用のエキセントリックシャフトが、ニュージーランドであるのね。で、それ取り寄せて、4ローターにする。で、ペリフェラルポートにして、1000馬力狙う。1000馬力いかへんかな。2ローターで300でしょ。3ローターで500でしょ。4ローターにしたらやっぱり800から1000馬力出るか狙えるかな。ただトルクがないんかな。でも、4ローターってすっごい良いでしょ。マツダの 787B。あっちゃん前に鈴鹿のシーカーの時に動画上げたと思うんだけど、もう 787B は、ね、もう最高な音するからね。4ローター作りたいなと。うん。エンジン改造するんやったらね、4ローターで、ペリフェラルポートで、ね、もちろんフルコーン、ね、制御で、っていうところかな。で、レシプロで行くんやったらね、レシプロ今ね、やりたいのがね、ランボルギーニのエンジンって、底抜けにパワーがあるのよ。で、ズバ抜けて、なんていうの、強度が強い。だから、昔ね、もうなっちゃん持ってるのディアブロが GT500 走ってた頃があって、あの時 GT500 のね、富士のストレートエンドで一番速い車ってディアブロやったの。でも富士の最終コーナー立ち上がってくる速度で一番遅いのがディアブロやねん。っていうことは、一番遅いスピードで上がってきてトップスピードが一番速いスピードまで出るっていうぐらいパワーのあるエンジンがディアブロのエンジンやったね。だからランボルギーニのエンジンってすごい可能性高いし、でディアブロのエンジンでツインターボンにしてモーテック回しで1200馬力出た人がいてんねんね。エンジンノーマルで。だからエンジンちょっと触って、下級機つけてしたら2000馬力とか狙えへんかなって思ったりね。だから1500までは上げたって言ってた。それでも全然エンジンまだ余裕あるって言ってたから。うん、ただ GTR のね、今の 35GTR も1800馬力とか出してる人がいてんね。あれまあもうピストンとかコンロード変えてるけど、うん、JB とかのに変えてるんだけどね。それぐらいの改造もしたいなって思ったり。で、そうやって結局行き着くところってね、ニュージーランドかオーストラリア、うん、アメリカ、そのあたりね。うん。っていうことは、やっぱりね、グアムでイベントがあったりね、あと、セマショーとかあるんだけど、ああいうところ行くと、ある意味、バカがいっぱい。もうバカやわって思うもん。オーストラリアとか、ニュージーランドとかアメリカのね、そういうチューニング見てたら、うん、だからそういうパワー上げるのもいいなって思ったりね、うん、でもどっちかって言ったらあっちゃんはエンジンパワー上げるより足回りがつりか、ね、足回りにきっちりかけて、コーナー速い車を楽しむのも好きなんね、うん、だからあっちゃんは EG6ところのシビックで足回りが決まった車ほど面白いもんはないって今も未だにやっぱ思うねんね。FF も好きなん結局。FF は FF の乗り方が楽しいし、うん、で、
後ろ書き、リア駆動はリア駆動で面白いし、だからね、もう車は本当ね、楽しくいじっていって自分の好みに持っていくっていうのが一番楽しいと思う。やっぱお金に留めつけへんって言ったらランボルギーニ触りたいね。やっぱり車って言ったらランボルギーニやからね、あっちゃんの中では。車の頂点ランボルギーニって思ってるから。です。はい。で、次、のんのんさん。あっちゃん、ちゃお、ちゃおです。はい、質問なんですが、今年車を買おうと思ってるのですが、ペーパーカラーのスタートなので、中古を購入予定で考えています。軽自動車の予定はないです。中古車を購入するにあたって、一番注意した方がいい点など教えてください。中古車購入するのにあたって、一番注意した方がいい点っていうのはね、まずね、お店選びやね。お店の人と仲良くなる。何度かね、ペーパーの状態、車ない状態でもお店行って、一番あっちゃんがね、やっぱりいつも一番おすすめするのは、町工場の頑固なおっちゃんいてるとこ行って、おっちゃんとお話して仲良くなって、だから、やっぱりね、リーダー、変な意味じゃないけども、やっぱリーダーさんとか中古車センターとかって、大きい器持ってるところって、大きい器を維持せんとあかんから、儲け出さなあかんけど、町工場のおっちゃんって自分食べたらそれで OK みたいな、ちっちゃい工場の人って、そんなにがめつく儲けたりせえへんし、で、大きいところになってくると、クレーム処理は、バッグがあるから、結構なんか、売ったらいいでしょみたいなところってあるって思うんで、やっぱ正直そう思うんでね。で、町工場って、まるまる自分にかかってくる。クレーム処理は自分でしゃあないしゃあないから、だから、なんていうかな、危機感っていうのは全然違うと思うのね。だから、ただ、偏屈、入りにくい、いろいろあるけどもね。で、まあっちゃんはそういう人らたちと仲良くなると、すっごくいい対応してくれるってあっちゃんは信じてんねんね。あっちゃんもそういうタイプやったからね。やっぱ町工場で、なんていうのかな、小回りの利くお店で、やっぱお客さんのためにと思ってやってるけど、なんかそういうお店と仲良くなるっていうのが一番いい方法やと思うんだよね。で、車選びで一番大切なことはね、まずね、外に騙されないこと。外なんてね、磨きゃきれくなる。で、ひどい、もう傷ついてようが、曲がってようが、歪んでようが、部品変えて、塗装塗りゃ綺麗になる。でも、絶対触れへんのって、エンジンの中身。だから、エンジンの中なんて、見えへんでしょ？だから難しいのが、まあね、簡単に言ったらね、まあ、こうエンジンのオイル入れるとこ開けて、こことか掃除できるからね、見てもわからへんけども、時々ここがね、汚くなってる車とか、あと、オイルのゲージ抜いて、黄ばんでる車とかね、っていうのはオイル交換きっちりされてないって、そういうところを見たりとかね。あとはね、何やろね、なかなか見れへんねんけどもね、中古、まあ年式距離とかにもよるけど、だいたい2車検、5年目ぐらいの車で行くと、下回り見せてもらう、ジャッキアップしてもらって、ゴム類にひびがないか。だからゴム類って大体普通みんな見えへんで買えへんだりするけど、本当は5年目ぐらいでゴム類買えるもんやから、5年7年経ってて買えてないひび入ってる車っていうのは整備されてないとか、あとネジ、足回りについてるネジにレンチでキュッて締めたらここに傷いくのね、ネジの頭に、ネジ締めたっていう汚れが取れたり、それがない車っていうのは増し締めされてない、整備されてない車とか、ね、やっぱり裏を見ること、表から見て綺麗な車、要はね、かっこいい、綺麗、なんか内装が綺麗とか、内装臭い匂いせえへんとか、そんなん基本みんな掃除するから、見えるから、見えへんところを見ることやと思う。あとタイヤなんかでも、皿のタイヤが入ってるっていうのも仕方ないけど、中古のタイヤが入ってる場合はヘリが外と内側で内べりしてないかとか、タイヤに変摩耗がしてないかとか、あとね、何があるかな、なんか結局エンジンかけた時に異音とかね、そういうのってね、絶対直してると思うね、中古並ぶときに。わかるから。わからんところでみんなやったそのあたりとか。あとエンジンルームの中でも絶対ピカピカに磨いてるからね。だからね。あとなんだろうね。まあそんなところやね。あと見て、パッと見てわかるところって。で、あっちゃんが中古買うときはね、直感。なんかこうズキュンってきた車っていうのは、
裏切らない。でもなんかうんって思った車は必ずどっかなんかトラブルが出てくる、うん、だからそういうのもあるから。でね、まあめったにないと思うんだけど、あっちゃんがやってた頃は中古車頼まれて買うでしょ。で買ったらね、あっちゃんがねやっぱりね1週間からね1月ぐらい乗んの、自分で。で乗ってある程度不具合を叩き出して、その不具合はお客さんと相談の上直して売るとか、この車乗ってみたけどだから、ね、買ってきてちょっとその辺走ったぐらいで分からへんからね、やっぱり1月とか、2週間1週間から1月ぐらい乗って初めてね、うん、その車の、癖とか分かってくるから、うん、だから、うん、これちょっと1週間乗ったけども、ここと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 こんだけ直しといた方がいいよとか、こことこことここはだいたい何ヶ月後に出るよ、こことここは、何年後にぐらいには出てくるよっていうのだけ情報を伝えて、どこまで直しますかって言って、うん、納車することが多かったりね。だから結構あっちゃんでね、車注文するしてくれる人がおって、仲のいい人なんかやったら、うん、乗っといてって、一月ぐらい乗っといてとかいう人もいてたりね、そんなんで、うん、いろんな車乗ったりしてたからね、うん、だからそういう車屋さんを見つけるといいかもわかんないねんけどね。それがまあ基本で、ペーパーからねスタートで、中軽自動車じゃないんやったら多分ね、そんなに大きな車は狙ってないと思うからね、コンパクトカーやと思うねんね。なんかビッツとか、フィット、デミオ、と何がある？マーチ、そのあたりかなとは思うねんけども、だいたいねもう今の車はねそんなにトラブル持ってない、いい車が多いです。だからだいたい何買っても間違いはないと思う、うーんと思います。はい。で逆に言ったら三菱、いろんな不具合があったけどもね、ああいう体質やって言われてるからこそ安いから、狙い目っちゃ狙い目やな、うん、割り切ってね乗ったら、うん、で、はっきり言うとくけども、車が燃えたとかなんとかああいうのってね、あっちゃんはそんなんないと思う、うん、あれはねパジェロが燃えた、あっちゃんの近く同じ市内のコンビニでデリカやったかパジェロやったか燃えた事故っていうかあって、テレビでも出てん、あんなんちゃうちゃう、整備してないねん、ちゃんとオイルも変えてへんし、だからオイル漏れしてて、そのオイルが引火してんて、うん、そんなんはないと思う、うん、ただまあね、レース中にねパワーステイホースが炎上したっていうのは見たけどね、ランサイボリューションで、うん、だからそういうのもねレースとかで不具合が出て、なんちの、リコールで直されてるから、うん、そんなね車自体三菱がせから燃えるってそんなないと思う。他のメーカーでもね隠蔽してると思うからね、うん、だからそんなんもあるから、三菱だけが叩かれてるだけで、うん、なんだけども、狙い目っちゃ三菱も狙い目っちゃ狙い目なんです、はい、逆に言うやね。だから世間が言うほど悪い車じゃない三菱もってあっちゃん思います。はい。でだからね、ただね、選ぶときはやっぱり自分の好みっていうのがまあ一番だからあっちゃんがあっちゃんまあコンパクトカーで、今国産でコンパクトカー乗んねん、何乗んねんって言ったらデミオ乗りたいねんね。デミオ可愛いから、うん、デミオ可愛いなと思うけど、形がデミオじゃないねんって、形フィットが好きやねんっていう人にデミオ勧めてもさ、ウキウキせえへんでしょ、うん、だからね、やねんけども、フィットはフィットのかっこよさもある、うん、ビッツはビッツのかっこよさもある、でマーチはマーチのかっこよさもあるしっていうのもあってね、うん、だからそんなんで、自分がやっぱりね可愛い、好き、自分この車乗りたいっていうのをまず選ぶのが一番でないとね嫌になるから、うん、それがまあ一番で、いいなと思った車の中でどうやって選ぶかって言ったらね、年式だいたいね1年1万キロっていうのが相場やね。だから5年落ちの中古車買うときに2万キロとかっていうのは5年で2万しか乗ってへんからいいんじゃないねん、乗らへん車はあんま良くない。で5年で8万キロとか乗ってたらまた乗りすぎてるから、5年5万キロ、1年1万キロっていう目安に中古車探すっていうのがまあまあ一番無難ちゃ無難なんね、うん、であとあっちゃんが外車買うっていうのは何かって言ったら、外車って再販難しいから安いねんね中古は。で外車ってもう最近はちょっと違うけども、外車乗る人ってやっぱり車にお金かける人やから、きっちりメンテナンスされてる人が多かったり、オイルきっちり変えてるくれてる人がいてたりするし、あと最近外車の部品自体がそんなに高くない、国産と変わらんくなって、供給も良くなってきてる。で、壊れるところは外車も国産もそんなに変わらないで、ここ数年ね、ここ最近出回ってる中古車の外車って言ったらね、まあ、あんまり変わらない。で、
あと何やろ、狙うところはね、逆に仮想高の車、10万キロを超えた車ね、まずタイミングベルトって言って10万キロで買いやんとあかんベルトがあるんだけど、それね8万9万10万キロぐらいで買ったら買えてへん可能性があるの。でも12万キロ乗ったら絶対10万ぐらいで買えるから、12万乗ってたら確実に買えてから間もないって思えるから、そういう車を狙う。あっちゃんのプーちゃんもそうやねん。プーちゃんって7万8万で絶対切れんねん、タイミングベルトね。でもあっちゃんのやつは今11万弱ぐらいで買ったんね。っていうことは絶対に7、8万までで買えてる。もし早い人だったら5万で買えるから、5万で買えててもあと2万は乗れるとか、10万で買ったね。っていう換算で買う。まあそうやってね、だいたいこれぐらいでここは壊れるやろっていうのを超えた車を買うと整備されてる場合があります。はい。なところ。あとんで整備記録簿がきっちり入ってる。ディーラー整備されてた記録簿が入ってるから、それもみんなも手やねんけどもね。ただ、ああいうのって、あれできるから、偽造もできるから、あんまり当てにはできへんねんけどもね。まあそんなんとかあって。でもまあ、一番、いい方法は、お店の人と仲良くなることです。はい。そうですね。はい。ということです。はい。次、あと5分。モナさん。車大好きだけど、素人なので質問。はい。初心者でも簡単にできる、絶対焼いておいた方がいいメンテナンス方法を教えてください。今のところは、色あせ防止のために定期的にポリマーコーティングや、こまめな洗車。オイル交換、ウォッシャー液を入れたり空気圧を定期的に確認はしてます。もうね、教えることはないですっていうぐらいきっちりメンテナンスされてる。本当に車を大事にされてるなってここで感じました。普通大体ね、空気圧点検しません。普通の人大体ね、のが多い。空気圧を定期的に点検してるっていうことはね、車のことちゃんとチェックされてる方やと思う。だから、本当にね、初心者って、まあ、言うてんのはもうね、かなり謙遜されてるなと思った。だから、ポリマーコーティングやるとね、ほんまにね、ボディの、なんていうのかな、状態良くなるから、水洗いだけでいいしね、で、ポリマーコーティングしたらね、洗車も、ボディシャンプーとか使わず、ジョイとか、ママレモンとかの中性洗剤、食器洗い洗剤を薄めて、かなり薄めて、水でスポンジにジャッジャー流すだけでいいもんね。で、他の溶剤絶対使わへんことで、もう軽く洗車する。汚れが乗ったり、水玉乗ると傷んちゃうから拭き取るっていうのはもう基本知ってくれてると思います。で、オイル交換もね、きっちりオイル交換、定期的にいいオイルを変えてもらうのが一番ベストです。で、オイルもね、汚れるオイルを使ってください。汚れないオイルっていうのは、中の汚れを取れてないから、中にオイルの汚れと残してるから。いいオイルほど汚れます。だから入れて、もう一回エンジンかけたら、なんかもう黒くなったよとか、まあ、そこまでエンジン折れてないかもわからへんけども、乗っててオイル交換距離もう真っ黒けんなんねん。オイル交換距離じゃないわ。1000も乗ったら、1000キロも乗ったらもう真っ黒けんなんねんっていうオイルはいいオイルなんです。ね。で、あと、オイルも、有名銘柄とか、ね、お店の人がこれがいいとかいうのにあまり騙されないこと。やっぱ本当にいいオイルを、見つけてください。はい。オイルもね、ピンキリやからね、入れ替えればいいってもんじゃないからね、まあ、分かってくれてると思う。で、もうね、そんな感じで、で、ウォッシャー液もね、切れるとね、どうしてもダメやし、水入れちゃうとね、凍っちゃったりするし、で、ウォッシャーのポンプも空打ち、ウィーとか出えへんとき、で、空打ちさせたら、ポンプ壊れやすいしね、まあ、そんなんで、きっちりしてくれてたらいいと思います。あとはね、クーラント液減るとかもそんなここ最近の車ではないから、その辺も大丈夫やと思うんで、あと何やろね、日頃まあ時々最近多いのが急切れ、ブレーキが片方切れてるとか、ウインカー切れたらね、カッチカッチがカチカチカチってなってる、まあ、でも LED の球入ってる車とかも多いからね、あれやし、最近急切れ警告ついてる車とかもあるからね、分かりやすいからあれね、もうそこまでもないし、他メンテナンスなんやろな。あとはね、時々、車検とかでもね、きっちりしたところに出してアライメントっていうか、灯印とかだけ見てもらうとか、できれば灯印じゃなくアライメント見てもらうとかね、
でもまあ自分でできるメンテナンスだったらあとは何やろ。でもそんなところやと思う。あとはね、ハンドルから手離して、広い絶対大丈夫なところでね、手離してブレーキポンって踏んでみて、どっちかに取られないか、取られてる時はタイヤが変摩耗してたり、アライメントくれてたりすることがあったりとか、結構多いのがね、駐車場とか縁石とかにタイヤを横のところをコスンって擦ったりしたらアライメントくれたりするからね。だからテコの原理と一緒で、こうタイヤがあってここ押したらすごいここ負担かかるから、ね、だからね、棒にタイヤがついてるから、ここ押されたら、はい、歪んじゃう場合があるんで、そういうところをチェックしてもらえたりしてがいいかな。まあ、空気圧をね、定期的にこう、もう見てもらえてるだけで、十分メンテナンスされてる人やと思うんで、はい。本当ね、それ以上になってきたら、もうマニアックな域になってくるんで、そのあたりでいいとは思います。あと、ワイパーゴム。ワイパーゴムもね、できたら半年、半年だと言い過ぎやけども、1年では必ず変えてもらってください。あと、プラグも、10万キロとか言って、プラチナ10万円って、あれ嘘です。2万キロぐらいで買えるのが、2万から3万で買えるのが、一番経済的。燃費も悪くならへんし、エンジンにも負担かからないんでね。プラグのね、ヒート分が弱くなってくるからね、プラグ結構大事なんで、はい。ぐらいかな。です。はい。ごめんね。本当もうここまでやってる人にもう、本当にもうこれ以上何もした方がいいよなんてのはないんで、って言ってるあっちゃんほとんどメンテナンスしてない。乗りっぱなしなんで。はい。ということで、次、ホモさんのところから、次回行きたいと思います。はい。では、またね。バイバイ。